中野天満神社は、香川県高松市番町五丁目にある神社。高松市中心部の天神前、交差手前に位置する。建物は都市型の近代的な三層鉄筋コンクリート造りで、1階が駐車場、2階が社務所、3階が拝殿となっている。戦前までの社地は、約2000坪を有する広大なもので、現在の香川県議会議事堂。 付属幼稚園高松園舎の敷地にまで及び、境内とその周辺には、藩校、行動館や性病が位置するなど、高松藩学の中心であった。このため、高松市内最古の天馬宮である話も、天馬宮を通称、古天人と呼ぶのに対し、当社を大天人と呼ぶ。当社の東隣にある天神前は、当社が由来となった地名である。 創建年は不明であるが、菅原道真の霊を、京都北の天馬宮から誕生し、北野の木野と所在地の香川郡中の村の中を合わせて、中野天神と称し、その後1638年に、伊駒高俊が現在地に奉還した。高松藩藩主、松平頼重は、この菅上を厚く信仰し、社殿、社地を大きく広げ、1916年には校舎に、 劣格した。しかし、それらは1945年7月4日の米軍による無差別重炭爆撃高松空襲によって全焼し、車殿など一切は失われる。その後、車地を縮小した上で有志によって1969年に再建された。ありがとうございます。